まあ見てて。こんにちは、シスターさん。風神のご加護があらんことを。若き詩人さん、何かご用かしら。実はね、モンドの危機を救う方法が分かったんだ。あら、それは風神に感謝しなければならないわね。でもそれは騎士団に報告するべきよ。関係のない修道女に行ってもどうにもならないわ。そんなことないよ。お姉さんの力が必要だから話してるんだ。そう、例えば天空のライヤー、あれがあれば僕は風魔竜を。お帰りください。あれはとても凶悪な竜ではありますが、代理団長様が意を決すれば倒せないこともない相手です。それはダメだよ。そんなことしたら風魔竜が死んじゃうじゃないか。東風を裏切った愚従です。風神様だってあいつを許したりしないはずだわ。お姉さん。ダメなものはダメよ、詩人さん。この子にお姉さんって呼ばれるとなんだか不思議とちょっと嬉しいわね。うん、仕方ないね。これ以上隠したままにするわけにもいかないか。僕の忠実なる信者よ、喜べ。今君の目の前にいるのが風神バルバタス本人なんだ。驚いた？泣きたくなった？使える神様に会えてどう？感動した？他に用がなければ私は戻って仕事をさせてもらいます。待って。シスターは振り向かずにそのまま行ってしまったよ。でも予定してた目的はクリアした。少なくとも彼女はこの大聖堂に天空のライヤーがあることを否定しなかった。それで騎士団で話題の新人くん、君もやってみないかい？風神のご加護があらんことを。ええ、知ってるわ。あの日あなたはアンバーと一緒にモンドを救ってくれた。どうしてここに？代理団長様から何か頼み事かしら。本当に？あなたのことを疑ってるわけじゃないけど、少し前に怪しい詩人に同じこと言われたから。彼はデタラメを言っていたわ。アマツさえ自分のことをバルバトスだともね。きっと何か企んでいるのよ。天空のライヤーにはその仕様に決まりがあるの。バドル同祭の期間中だけ使えるのよ。それに貸し出しには団長、主教、それから民衆の代表者の同意とサインされた書類が必要だわ。それで騎士団のサインは？とにかく書類は必須よ。最近は忙しくてね。他に要件がなければ失礼するわ。はあ、やはり君でもダメだったか。分かってたのかよ。まあ騎士団のスーパールーキーの実力を見たかっただけだからさ。それにほら、
勇者が村に伝わる宝剣を手にする。こんな展開、歌にするにはぴったりじゃないかい？なんか失礼だぞ、吟遊詩人。誤解しないで。これはモンドに対して失望しているんだよ。勇者相手に宝剣を蹴散るなんてね。さて、ちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから、別の手を使うしかないね。自由意志を尊重して、君の意見を聞こう。どう取ればいいと思う？さあ話そう。好きなだけ話すことこそ自由ってものだろ。君最初からそれはないよ。真面目に言うとさ、僕より君の方が向いてると思うんだ。だって僕は歌うこと以外長所と言える長所はないからね。それに僕は一人ぼっち。捕まったら冤罪を晴らしてくれる人もいない。きっと重罪に問われる。泥棒して捕まったなら別に冤罪じゃないだろう。でも君は違う。君はモンドに貢献した騎士団の未来のスターだから。ミスしてもちゃんと説明したらごまかせるかもしれない。それにここの守衛たちは夜になると帰っちゃうらしいよ。タイミングをちゃんと狙えばミスをしたくてもできないと思うんだ。ミスを前提に考えるな。君はどう思う？確かにそういった気が。だからおや、それはどうして？こいつの過去に関して機会があったらまた教えるよ。恥ずかしがらないで。さ、
何をしてる。逃げろ。ディルク様、こちらが今週の帳面です。今度の風災、やはり影響が大きい。早く収まるといいですね。オーナー、人が少ないところないかな。2階なら人は少ないが、しかし君は銀融詩人だろ。賑わっている場所の方がいいと思うが。演奏はまた今度やらせてもらうよ。先に2階に行くね。また後で。彼らを見張ってくれ。あの詩人は怪しい。僕は状況を聞いてくる。誰にですか？モンドの警備員たちにだ。2階に行かないのか？急いでいるみたいだが。